にちは。キッドグループチャンネルピアノ演奏担当さくらばかりです。今年度も残すところあとわずかとなりましたね。4月から新生活を迎えるにあたり、ワクワクしている方や緊張で落ち着かない方など様々な方がいらっしゃると思いますが、そんな時には演奏動画を見てリフレッシュしていただければいいなと思います。さて、先日アップさせていただいた下北沢のストリートピアノでのバッハの名による幻想曲とフーガの動画がたくさんのご視聴をいただきましたので、今回はその作曲者フランツ・リストについて皆様の知られざる一面などをお話ししていきたいなと思います。バッハの名による幻想曲とフーガ、この曲を聴いてなんか驚々しい曲だなとか思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。宗教色の強い感じの曲だったと思うんですけど、実際リストが宗教をっぷり染まっていったのは晩年になってからのことでした。晩年の前まではどのように過ごしていたかというと、生まれが1811年で、皆様おなじみのショパンと同じ頃に生まれてるんですね。生まれた国は、まあ、ショパンはポーランドに対し、リストはハンガリー、まあ、現在のオーストリアになります。若い時から演奏活動などを行っていくんですけど、フランス・リストはいわゆるイケメンと言われていて、当時ものすごい人気を誇ったんですね。今で言うともうロックバンドのスターとかいったような感じで、リサイタルっていう形式を確立したのは、今の演奏会みたいな形を確立したのはリストなんですけど、もうその彼のリサイタルの際にはすごい女性のファンの数で埋め尽くされて、いつもチケットは満員御礼で、先日の曲でもご存知の通り、まあ、凄を見せつけるようなそんな演奏姿にも失神する女性が出たほど人気ぶりでした。やっぱり華やかな一面、やはりスキャンダラスな面も多かったのが彼の特徴です。先ほどお話ししたフレデリック・フランソワ・ショパン、親交があったんですね。初めのうちは仲良くしてたみたいなんですけど、気を許してショパンが合鍵をリストに、家の合鍵を渡したら、リストはそこにショパンがいない間に、ショパンが気に入っていたピアノのプレイエル社の社長夫人をショパンの家に呼んで合弾きしていたりとか、あとはショパンがいない間に勝手にピアノの生徒ショパンの家で教えてしまったりとか、そういったことをしているうちに関係が破綻してしまったそうなんです。これだけ聞くと、もうリストはなんてクズなんだって思われる方もいらっしゃると思いますが、リストにはそういった面と裏腹にものすごく心が広い一面もあったのです。まあ、例えばそのショパンの家でショパンの生徒を教えてしまったという話ですが、リストは基本生徒さんを無償でピアノレッスンを行っていたというのは有名なお話になります。他にも他の作曲家への援助とか、無名の作曲家を広めたり、ボランティア活動など問い出したらキリがないほど素晴らしい一面があります。様々な矛盾した面を持ち合わせるリストですが、メフィストフェレス神父というふうに呼ばれていたそうです。こういった矛盾が多くの女性ファンを引きつける魅力になっていたのかなというふうに思います。若い頃は演奏活動に精力的に演奏活動を行っていたリストですが、先ほど話ししたように後半になると宗教に没頭していくんですね。1850年前になるとリストはワイマール、ドイツのワイマールの宮廷楽長に就任します。これを機に演奏活動から指揮活動と作曲とかにも専念するようになっていきます。で、1861年にその後イタリアのローマに定住をしてからは下級聖職医の資格を得ます。で、この10年後1871年に作曲されたのが実のバッハの名による幻想曲とフーガという曲になります。もう晩年ということで、職医に就いた後ということで、まあ、ものすごく宗教色が出ている曲だと思いますが、リストのテクニカルな部分は相変わらず残っている、音楽性技巧的ともに素晴らしい作品ではないかなというふうに思います。バッハの名によるということなので、ドイツ音名ベアーゼーハーの音をドレミファソラシドの改名に直すとシラドシの音になるんですね。で、このシラドシがテーマとしてもう様々な形に変貌しながらたくさん出てくるという曲なんですけど、まあ、ぜひこの曲をお聴きになる際はシーラ同士を常に探しながら聴いていただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。
形して隠れていたりとか、様々なところに出現しているのがわかると思います。こんだけベー、ゼーハー、バッハの音が出てくる曲を作るってことは、相当バッハを尊敬してたってことも伝わってきますね。モテモテだった若い時の技巧的な作品ももちろん素晴らしいですが、晩年の恋人とともにこういった人間的な内面に迫った曲もとても深みがあって魅力的だと思うので、ぜひ皆さん今回のお話をきっかけにフランツ・リストに興味を持っていただければ嬉しく思います。この動画をいいなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。